皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日は高橋貴子流ビジネスの人脈の広げ方というテーマについてお話をしてみたいと思います。実はですね、先日私のクライアントさんから、自分のビジネスの相談をされた後にですね、ちょっと関係ないかもしれないんですけれども聞きたいことがありますっていうふうに言われて、はい、何でしょうっていうことで言ったら、高子先生はどうやって、いろんな方、男性女性問わずですね、結構有名な方とか著者さんとか、活躍されてる方とかも知り合いがいたりするわけなんですけども、その方とどうやって知り合ってそういう形でお仕事ができているんですか、人脈の広げ方ってどうやったらいいのか教えてもらえますかっていうふうに言われたので、あ、そっかそっか、そういう観点で見るとそういう感じ方になるのねっていうふうに思って、私が日頃誰かと出会ってというところで心がけていることですね。これをちょっとお伝えしてみようと思います。私そもそもですね、人脈っていう言葉があんまり好きではない。世の中的には人脈っていう言葉は普通に使われてるんですよ。人の脈だから人脈っていうんですけど、なんかそこにはこう、なんていうんですかね、こうビジネスの打算的な、そのこの人と付き合うとなんか自分が得になりそうみたいな打算的な匂いを感じる言葉が若干人脈っていう言葉なんで、あんまり好きな言葉ではないですね。ただ、世の中的には分かりやすいので、今回の場合には人脈っていう言葉の表現で使いますけどね、人のご縁っていう言い方の方がいいのかな。なんかね、人脈って言葉、なんか金脈みたいな感じであんまり好きじゃないんですけどね。はい、要は誰かとご縁がつながって、それが財産になっていく、お互いにですねっていうところのプロセスですね。その出だしの考え方をお伝えしたいと思います。で、この考え方っていうのはあくまでもタイトルでですね、高橋貴子流っていうふうに言ってあります。だから、いわゆる世の中のビジネス書、ないしは人間関係の作り方、つなげ方、それこそ、本としてもしかしたら人脈の作り方とかいう本がね、あるのかもしれませんけれども、私の個人的な観点になりますので、そういったものの本でお勉強する方は全然それはそれで取り入れてください。私は逆にそういう人脈の作り方みたいな本って読んだことがないですよ。勉強もしたことないし、自分なりきにこういう基準で人付き合いを広げてるっていう、それをちょっと今日はお話をしたいと思います。まずですね、私のそのビジネス上の付き合い、ないしはクライアントさんっていうのはものすごく業種も多岐にわたるし、男女もほとんど関係なくですね、年齢層も小さい大きい、30代から70代まで幅広い感じでいろんな方とお付き合いしています。特に業種が多岐にわたるっていうのが、私1業種だけでずっと生きてきてるわけではなくて、少なくとも会社員時代に5業種ですね、独立してからも5個ぐらいはやってるので、いろんなその業界に身を置くといろんな方と付き合うことになりますよね。で、そこできっと大事になってくるのは、コミュニケーション能力であるというふうには思ってはいるんですね。で、コミュニケーション能力は自分で言うのも、あれなんですけど、別にそんな悪い方じゃないと思います。なぜならば営業をやっていたからです。営業の人はコミュニケーション、要は相手の懐にポンって入れるようなオーラ、ないしは性質を持っている人でないと、そもそも商談がうまくいかないんですよ。だから人見知りをしないとか、相手の喜ぶことが瞬時に分かるとか、そういう、動物的な勘の部分も含めてですね、人付き合いが上手な人が営業には多いですね。で、じゃあなんでそうなのかっていうと、根本的に人間が好きだからです。人間好きじゃないとやっぱね、営業職って辛いかなと思いますけれどもね。はい、対人だから、で、人って面白いじゃないですか。感情があるしね、いろんな反応、自分が思ってない反応とかあったりとかするし、それが逆にストレスになったり面白さになったりとか、いろいろあるんですけれども、基本的にはコミュニケーション能力が重要な部分になってくるわけですよね。いろんな方と付き合うっていうことは、だから1業種よりは他業種の人と付き合う方が
自分の幅は広がりますよね。あと年齢も同年代ばっかりじゃなくて、下も上もどっちも付き合っていくっていう方が幅は広がっていきますよね、おそらく。で、私はですね、男女の垣根もほとんどないですね。ニュートラル、高橋貴子のままでどっちとも話をします。フラットなんですね、どちらに対しても。男性でも別にこびることもなく高橋貴子ですし、あ、でももしかしたらちょっと説教的なことを言うと男性の方には厳しいかもしれない、女子の方がちょっと優しいかも、はい、まあまあまあ、そういうのはあるにしても、女性に対しても男性に対しても態度はどちらもフラットです、変わらないですね、はい。なので、そのあたりがまず一緒だから付き合いやすいっていうのと、年上の人と年下の人もほとんど変わらないです。まあ、年上の人だから敬うっていう敬意を表すっていうところはありますよ。年下でも別に横柄になったりとかしないし、リスペクトする、尊敬する部分を持ってる人には同等に、だからそこもねフラットなんですよ、うん。でお仕事上付き合いがある人とプライベート上も付き合いがある人も、そこもねフラットなんです。だからあんまりね垣根が基本的にない。だから業種が違おうとも、その人間としてその人が好きかどうかっていう範疇で考えていくケースが多いので、あまりこう制限とか垣根はもともと自分が持っていないっていうのがまず1点ですね。だからじゃあ異業種交流会とか行くんですかっていうと、異業種交流会は別に私好んで行かないですね。まあ行ってもいいんでしょうけれども、何か例えばその異業種交流会でセミナーテーマがあったりとか、まあ例えばそうですね、著者の会とかあったら、他の著者さんってどんな人がいるんだろう。本を書く人っていうのは、まあ、私も含めてですけどね、大概変な人が多いんですよ。変な人っていうのは何かに特化した専門的なものを持ってたり、ユニークな考えを持ってる人が割と出版できたりしますからね。変な人多いんですよ。だからそういう変な人と話すの楽しいから、例えばそれが著者の会がありますみたいな感じであったりすると、どんな人が本をどういう本書いてるのかな、興味深いので、そういうのはね行きます。ただなんか参加してる人がいたら、それ私は批判するつもりはないんですけど、その目的がよくわからない、朝活とかあるじゃないですか。なんかみんなでこう集まってこうなんか異業種交流会とかいう、ああいうのはね行かないですね。も目的が何か、自分が行って楽しそうとか行く内容だよねって思えば行くんですけど、だからむやみやたらに名刺を配ることもしないし、なんだろうな、名刺すら配らないで帰ってくる時とかもねありますからね、はい。そういう形でこうガツガツと人脈を広げたことはないですね。行きたい会に行く、自分が興味がある会に顔を出すっていう感覚なので、まずじゃあ人と出会う場に行くか行かないかっていうのを判断した場合にですね、当然家にこもっていたら、事務所にこもっていたら誰とも会えないですから、人と会う、しかもリアルですね、ネットじゃなくてリアルで会うって言ったら、やっぱどこかに出向いていったり、何かの集まりに行く必要はありますよね、まずね。でそれはいやいや行くのはよろしくないと思います、時間の無駄だから。自分にとってこれ楽しそうとか面白そうっていうのにはまず行くようにしてます、ビジネスの集まりに関してはですね。だからセミナーとかも、気に入ったセミナーがあればビジネスセミナーにも行きますし、まあご縁があってたまたま隣の方とお話をして、あ、この人面白いなと思って名刺交換してつながるっていうことはあったりしますけど、ことさらにまあそこでもうすごい一生懸命こう名刺をばらまいてっていうタイプではないんですよね。なんだろうな、もちろんご縁は必要なんですよ、ご縁は必要なんですけど、なんだろうな、こう気が合うなとか、この人好きかも、楽しいとかっていう人とつながりたい人なので、まあ例えば異業種交流会来ました、飯100枚ゲットとかってね言う方とかいらっしゃいますけど、私はそういう名刺はいらない感じですね。だからよく喋ってその人を知った上で名刺をいただいてつながっていくっていうつながりが好きなタイプなんですね。だってよくそんなバーッとやっても覚えられないじゃないですか、まあ、こんな職業だったかな、うんみたいなぐらいな感じなので、広く浅く人脈を広げていくのが得意なタイプと、私は若干狭くても遅くても人数少なくてもいいから濃いめ濃いめで好きな人と付き合いたいタイプなので、まあ
高橋貴子流っていうのはそういう意味です。濃いめで好きな人と付き合いたい、それが私のまずコミュニケーションの取り方なんですね。だから接近戦になります。接近戦だからバーッとこう名刺ばらまくんじゃなくて、よくお話をして、飲み会とかの方が仲良くなれますね。お隣とかに座ったりとかしてね、あ、そういうあれなんですか。だから人間に興味があるから深掘りして話を聞きたいタイプなんですね。だからそういった飲みの席とかがね、割と好きです。セミナー終わった後の懇親会とか結構好きですね。そっちの方が、特にお酒とか入るとね、人柄がよく出ますからね。なんか昼でもいつでもお酒を横に持ちながらコミュニケーション取りたいかなって思うようなタイプですね。まずビジネスセミナーとかそういう感じです。あとは自分が興味があるものですから、例えばそれが写真とかだったら写真の講座に行ったりとか、あとワインとかお酒も好きなんでワイン会に行くとか、あとは何だろう、美術館とかも行ったりとか、美術館みんなでね連れ立っていく、そこで誰かと出会うっていうのは少ないですけど、お料理とかでもいいです。何かそのクラフト関係はあんまりやらないけど、何かそういうので興味があって手を動かしたいなっていうのが仮にあったとしたら、そこに出向くとか、自分の趣味の範疇で出向くっていうことはあったりします。でその時にたまたま出会う方もいらっしゃいます。気が合うな、面白いな考え方がっていう人と、例えば名刺交換をする、例えば Facebook でつながるとか、そういうのはあるんですけれども、あんまり興味がなければことさら一生懸命ですね、アドレス交換しましょうとかことさら一生懸命には言わないですね。はい、あ、この人いいなとか、つながるとなんかお話もうちょっと聞きたいなとかっていうような感じの時に、名刺交換か連絡先交換かっていうのをやるので、ここもでもですね、むやみやたりに人脈広めないし、ことさらに自分の PR もしないですね。こんな仕事しててなんちゃらかんちゃらとか一生懸命言いはしないです。聞かれたら答えますけれどもね。ただ自分はそんな感じですけど、例えばね、相手の方が自分はこういう人でっていうのを、よく喋る方ならもちろんそれを聞きますし、その延長で私は何をやってるんですかって言われたら、コンサルタントでとかっていうのは言ったりすることはあります。それでご本人がね興味を持ってさらに深掘りして聞いてくるっていう時もありますけれども、プライベートで行ってる時にはね、特に仕事の自分っていう形でそこには参加してるわけではないので、ワイン会とかだったら単なるワイン好きなだけですからね。はい、聞かれたら答えるぐらいな感じで付き合ったりとかしています。じゃあ私が積極的につながりたい人とつながりたいのを見つけてしまった場合にはどういう行動を取るかっていう話なんですけどね。それはもちろん相手あってのことですよ。例えば自己紹介タイムが運よくあったとする。で、例えば私が今ね、よく組んでお仕事させていただいているとても美人で素敵な女性フォトグラファーさんの、ね、方いらっしゃるんですけれども、その方とかとの出会いも、とある違う先生の写真のセミナー、写真とお菓子のセミナーで出会ったのが、コラボイベントで出会ったのがきっかけだったんですけど、その時の自己紹介でフォトグラファーですって、女性を撮るのが好きですっていうふうにね、彼女は言ったんですよ。でちょうど私その時にプロフィール写真の撮り直しをしたかったんです。で今まで男性ばっかりに撮ってもらってたので、あ、たまには女性もいいかも、しかも女性を撮るのが好きっていう人が私を撮ってくれたら一体どういうふうになるんだろうっていうふうに興味を持ったので、会は会でもちろんするんですよ。それにもともと参加してるわけだから。で会が終わった後にツツツって彼女のとこに寄ってって、私今まさにプロフィール写真を撮りたいと思ってて、女性がっていうふうにおっしゃってたんで、今日初めて会った私ですけれども、そんな仕事って引き受けてもらえるんですかとかってね言いに行って、あ、いいですよって言ったところから、じゃあ次回打ち合わせいつにしましょうって、その場でバーッと日付決めて、それでつながったのが、きっかけだったりとかしていますね。あとは例えばセミナーとかに行って、割とこう大人数の何百人っていうものじゃなくて、気さくな20人とか10人とかそれぐらいの時にセミナー講師の方とかいらっしゃったりするじゃないですか。でセミナー講師の方の話がものすごく興味深くて面白くて、セミナーの内容そのものも面白いんだけれども、その人個人に興味があった場合ですね、そしたら懇親会とかあったら、もう迷わず隣をゲットしますね、私は。それも、なんて言うんですかね、
こうみんなでこうなんかわら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 ってこう歩いていくようなシーンとかあるじゃないですか、懇親会場に。で大体そういう風にすると奥からこうなんか座ってってみたいな雰囲気があったりするじゃないですか。そうするとなるべく話をしたいと思う人の近くにいるようにしつつ会場に入り、そのまま座らせられて隣をちゃっかりゲットするみたいなそんな感じ で、まあ、飲み会の席の間ね、お話ずっとじゃないにしてもですね、もちろん他の方ともお話をしたらいいと思うので、それでまあお話を聞いて、お面白いなとかっていうことで、で、ね、さらに詳しくまたもっと興味を持って、あちらも私に興味を持ってもらえて話が意気投合したら、今度飲み会でもどうですかみたいな感じでね誘ってみるとか、そんなことをしたりして一対一でお話をしたりとかっていうのもよくある形になりますね。でじゃあね、必ずしもその人が他の方とお話をしててそのまま会場に入っちゃったら私違う席に座ることになりますのでね、そしたらどこかの階でお酒のグラスを持ってですね、そこにつづつって言ってちょっとお話聞きたいんですけどみたいな、なんかまるで昔のお見合いの何でしたっけ、ネルトンベニクジラ団とかね、ご存知ですかね古い昭和の頃のテレビ番組ですけどね、ちょっと待ったじゃないですけど、話を聞きたい人で、なんかちょっとなんかね、お近づきになってみたいな、この人人間的にどうなんだろうって興味を持った人にはすかさずちゃんと近づいていきますね、私は。はい、なので高橋貴子の人脈というか人付き合いの広げ方はその人に興味を持つか持たないかっていうだけですね、自分が動いていく時には。それの人と付き合うとどうやらいいビジネスが広がりそうとかお金が儲かりそうとか、そういうのはね全然考えたことないですね。興味が持てるか持てないかっていうところ、話が面白いか面白くないか、人間として好きか嫌いかっていうところでなんですけど、面白いなっていう人のところには近寄ってって、年上だろうが年下だろうがいっぱい話聞きたいんでっていうタイプです。だから男女とか老若男女とかそういうものも問わずですね、話をしていきます、男性だろうが女性だろうが。まあそれが、まあ、まとめて言うと高橋貴子流、ビジネスの、まあ、人脈人付き合いの広げ方っていう感じになります。だからなんだろうな、よくね人脈っていうと名刺何百枚持ってますとかっていう方いらっしゃるんですけど、それは生きた人脈ではないですよね。だって全員の方はどれぐらい覚えてますかっていう話ですね。それだったらこの人ってこういう人でこういう考え方が好きなんだよねっていう、その人個人を語れる方の付き合い方の方がいいんじゃないのかなと個人的に思ってます。だからそのつながりにおいて深く付き合った人からまた違う人を紹介されたり、まあ私も違う方を紹介して、それでこう縁が複合的にこういう感じで、まあ、キャベツの芯があってこう葉っぱがこうなってるじゃないですか、こうね、そういうふうにこうだんだんこう広がっていって、それが厚みを増していくっていう、そういう付き合い方が私は好きなので、その核になるところはその人が好きっていうのがないとですね、私は無理なんです。だから結果としてすごいいろんな人と付き合うことになったりとか広がったりとかはしてますけど、興味がないところにはさっぱり顔は出しませんので、はい、その割り切りをしないと、その人数を、時間も使いながら人付き合いを保つっていうのは多分難しい。もともと自分の仕事もありますからね。だから、まあ、これから、独立自営して、まあ、誰かと付き合っていきながらやっていかなくちゃいけないっていう時に、まあ、何を基準に持つかですよね。単にね、なんか交流会とか顔出してっていう、それは私はあまりお勧めしなくて、自分が心から楽しいと思えるところに顔を出すようにしていれば自然と人の輪って広がってきますので、無理くりに別に作んなくてもいいんじゃないのかなっていうふうに思ったりとかしてます。そして無理くりに作る場合にはなんかね、利用したくて寄ってくる人って私匂いが分かるんですよ。私のこういうところを利用したくてこの人寄ってきてるよねっていうのはオーラが出てるので、だそういう人は私はあんまりこうお付き合いをしないようにしているので、あなたがもしもそういう形で近寄っていったとしたら相手の人にそれは見抜かれている可能性もあるっていうことですね。はい、
なので、まとめますと、高橋貴子流ビジネスの人脈の広げ方っていうテーマで言ったとしたら、まず、自分が好きな人と付き合うこれを基準がまずあります。だから、お金になりそうとか役に立ちそうっていうことで人付き合いを広げるのはやめた方がいいっていうことですね。あとはだから逆に言うと、なんとなく付き合っちゃってる、なんとなく断りきれないから、その会に出ちゃってる、これも良くない、やめた方がいいと思います。あくまでも自分軸で、行きたいところに行く、かっこ楽しいところ、会いたい人と会う、かっこ好きな人と会うっていう、そういうなんか基準値があると、とてもシンプルに、自分の行動パターンというのを作っていけると思いますので、そんな点もご参考にしてみていただければと思います。それでは。